60年代が魅力的だったね。教育を受けた人はもちろんこの国はもうたくさん負けれないからだったし、かえって50年前の方がここの現地の人たちは幸福なような幸福度が高かったような気がするね。国が豊かになればなるほど失われたものは、まあ、人々の心ですよね。この自然の雨の力と、それが運んで雨が運んでくる肥料で十分この作物を育て維持する力のある土地を持っている。もうこれだけは守り通してくれと、土地を守ってください、土壌を守ってください。僕は60年代が魅力的だったね。ここの60年代のウガンダ人っていうのは、教育を受けた人はもちろんこの国はもうたくさん負けられないからだったし、それからいい子供学校、それもウガンダには揃ってるということで、非常にみんなそのインテリジェンスがしっかりしてるわけね。でそういう人たちが特に60年代には独立前ね、もう結構人がいたわけ。ところがそういう人たちがに与える職がないわけ。その人たちは働き場がないわけが一つあった。そうすると仮に大学出て、その最初の応募してきた中に大学でもいたわけ、職がないから技術を入れ、そういう人たちも当然入ってきた。でその人たちが今みたいにボザボザもなければね、やる乗り合いタクシーもない、もう1時間2時間歩いて工場に8時に間に合うように、雨の日も風の日もそれが条件だから、そういう人たちが最初の頃の従業員もたくさんそういうのは人がいて、何もその8時これ苦しいのはもう自動的にみんなもうできない人は辞めていくわけ。できる人は2時間かかっても何とかいう楽器ピン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 指で跳ねて音がする、あれを鳴らしながら、本当 何キロ歩いてくらいしながら2時間ぐらい工場8時に間に合うように来るわけよね。で朝8時に間に合って嬉しそうに「グッドモーニング」とこう言って。でそれを違うやりながら、まあもうそれは見てる方も本当楽しいよね。彼らが、ね、もう何ちゅうか楽しんでやってるんだから。今の人はね、もう本当に中にはそれはそういう人も当然いるわけだけど、もうまあ、いわゆるいい加減な、やっても「ええうまいことできへんわ、もうこんなこのあれにはわし向いてへんわ」みたいな、もう簡単に諦めが出てしまう、つまり持続性がね、特に工場なんていうのは持続性という一つのの能力がないと、その場その場の話じゃないからね、毎日毎日8時間やから、それをずっと同じことの繰り返し、これがちゃんと、まあ仮に事務の関係の人でも8時間椅子に座って1時間だけ昼の休みがあって、朝8時に来て、もうその日のもうそれが経理の人であろうが人事の人であろうが、もうみんな座ったらもうその日の新しい仕事をしていかないか、もう継続的に、だからそういう人というのは日本も昔そうだったと思うんだけど、だんだんとそういう
他のなんていうの、あの働くというのにもね、まあ働くとこでもなんか楽しい雰囲気のとかね、あのそういう人たちが多いやん、はい、うん、あのこの会社まあ楽しい皆さんと働けるから、はい、ここにいるとか、はい、ここは給料高いけどあんだけ怒鳴られたらもう止まらんわと、はい、そんな給料やんか、もっと給料安くてもいいから楽なところに働く、まあ人によっていろんなそのタイプがあるでしょう、はい、その仕事に対していろんな仕事があるわけだから、はい、うん、中国の小平がやって成功した、中国で成功したブラックキャット、ホワイトキャット、この政策をウガンダで導入して やってみようと思う。まず外貨ポリシーゼロ、はい、つまりいかに外貨を持ち込もうが、いかに外貨を持ち出そうが、一切ウガンダ政府は関与しない。その時にそれまでは全て法律で政府は押さえつけた。だからその法律の枠を娘さんがバッと外したわけだね。自由にやりなさい、商売自由にやりなさい。だこれが娘が取った中でもう冒険だけれども、しかしそれが実際には現実的にはその冒険がね当たったよね。だからたった10年ぐらいで、あの当時10年前のウガンダと10年後の今のウガンダと、もう年の成績を見ても誰が見てもはっきりしてるよね、これは、うん。だから民間に任せというのが今の現状の方針。ただ現状ではちょっとヒートアップしすぎてると、というのがいわゆるマニー崇拝の、これはもう全アフリカ今現状もう本当にいわゆる背景主義の、だからそれいくら投資してその投資した金がいつ頃リターンが戻ってくるのか、だからそれも短期決戦でできるだけ早く金をつかみたい、今つかみたいという、いわゆる民間の発想によるいろんな、まあそれがプロジェクトであるか商売そのものであるか、まあそれにはいろんなまあ良し悪しも当然漏れるわけだけど、だから基本はねやはり教育よね。ただ問題はお金、お金に対する考え方がもう今や投機的なものよりも、例えば石油があればそれに飛びつく、一挙にガッと、金庫があればそれに飛びつくといった、そういう世界的にもそうだけど、もうお金お金お金、それに直結しないとこうなかなか投資できない。だから農業国でありながらまだまだ開発の余地があるのに、もうお金お金お金の中でね、農業ですらこのそれやめて、アセフを置いてやめて、そういうイージーゴーイングな考え方っていうのは、日本もそうだったけども、今ここで若者がそれに惑わされてるよね。お金持ちの人たちの住宅は何だったようにどんどんこれも増えていっている。で一方町の中にいわゆるこの、で人民層の貧しい人たちの数もまたそれと比例して
多くなってきてる。だからその差がね、この町の中からここへ出て、ここへやってくる、もうその途中でもうはっきりと目の前に出てきてる。それがあまりにもね、差がひどすぎるから、ものすごい豪邸のこの横にね、もう小屋でもう倒れかかったような子供あのところに、裸の子供たちがね、そこで遊んでる、ね、もう歴然とそれが目の前にあるでしょ。そういう現象がこのカンパラ市内でも、もうどんどんと増えてくる。これは我々でも将来どういうことになるか想像外の話だけど、今現在それを見ると楽しい話じゃないよね、うん、それがいいのか悪いのか、その判断もつかないね、今現在。全然変わってない。幸福度。かえって50年前の方が、ここの現地の人たちは幸福なような、幸福度が高かったような気がするね。国が豊かになればなるほど、幸福度が、落ちる人たちが僕は増えてると思う。不満が多いわけ。人間としての、ね、行動、考え、そういうものをずっとこれ見てきてね、物のない時代、その今から60年前50年前その頃のウガンダ人の方がもっと人間らしいね、ウガンダ人であったのと違うかなと。それがどんどんとその社会が進み、いろんな便利なものが出来上がり、失われたものは、人々の心ですよね。つまりね、お金というのはもう実に人間の心とか感情とかいうものを無視してね、金儲けというそのやり方というもの、たとえその金儲けるために誰かが雑さと仮にとしても、それによって金が儲かった、そっちの方が大事な、人の方はどうでもいいわけという、そのお金いわゆる拝金主義ですよね、人よりもお金やというのがもう全体のモードになってるから、以前なかったことなんだよね。この国は未来に非常に開けると、お先真っ暗と、この今状況よね。必ずこういった国は未来開けるはずやと。だけども今生きている人たちの現状はお先真っ暗やと、そういう表現でしか僕今できないね。未来ようよ。もうこの国は本当に良くなりますよ。いい国なのかもっと良くなるかもわからん。だけど、そのお先見た場合に、真っ暗でどこにもその、明かりが見えてこないというのが現状なわけね。やはりウガンダの将来を、やはり僕にしたら、非常に気にかかる。この国はもっと、自然は残せと、これだけは皆さんにもう最低この自然は維持しろと、この自然の雨の力と、それが雨が運んでくる費用で十分この作物を育て維持する力のある土地を持ってる、もう世界でも本当にもう奇遇な状況がある、自然があるウガンダなんだから、もうこれだけは守り通してくれと、
メッセージはもうそこやね。そこに尽きると思う。自然を守ってくれ、今の自然を。はい、うん、だから僕も唯一おがんなじに言いたいのは、何があっても今の 現状の自然、これをもっともっと自然に返せる土壌をあんたたちで残してくださいなと。これがまあおがんなじに対する僕のお願いでありメッセージやね。土地を守ってください。土壌を守ってください。